今日は芽キャベツのグラタンを作っていきます。まずは芽キャベツ鍋に入れて、ひたひたより少なめなお水で蒸し煮にしていきます。6分か7分ぐらい煮ていきます。はい、その間にベシャメルソース作っていきます。柔らかくしておいたバター 15g に小麦粉 15g を入れてよく混ぜていきます。今日は鍋を使わずに、耐熱皿ボウルで作る、ベシャメルソースです。はい、よく混ざりましたら牛乳を、大体1カップ冷たい牛乳を入れて、はい、電子レンジで2分かけていきます。はい、よく混ぜて、ラップをしてさらに2分かけていきます。はい、またよく混ぜて、キャベツの方も柔らかくなりましたら水分を飛ばして軽く塩をしておきます。ベシャメルソース、ダマがないようによく混ぜて、はい、胡椒少々、はい、ナツメグです。たっぷり削っていきます。粉で売ってるやつでもいいんですが、もう香りが全然違うのでぜひナツメグ削りたて試してみてください。塩、ちょっと味見をしたら足りなかったのでさらに追いナツメグ、塩も小さじ3分の1ぐらい、味を見ながら調節してください。はい、そこに芽キャベツを入れてよく混ぜていきます。はい、耐熱皿に入れてとろけるチーズを上からたっぷりとかけて、200度に予熱したオーブンでチーズがに焦げ目がつくまで、だいたい15分ぐらい焼いて完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コメントもぜひお待ちしております。